この前半戦における MVP っていうのはどの選手がいますか。ピッチャーがすごすぎる、エースいない、はい、4番いない、はい、抑えいない、はい、で始まってるチームが阪神、はい、3つともないでしょ。出だしの時は大山選手なのか佐藤選手なのか、はい、まだちょっとはっきりしないし、はい、まあ軸としてはまだ独り立ちもしてないで、エースってなった時に青柳投手が去年は頑張ったけどまだわからない、はい、では完投もそこまでできるかどうかもみたいな。蓋を開けてみれば、まあ、青柳投手は開幕投手やりたい言いながらコロナで出遅れた、あの悔しさをバネに凄まじいあのピッチング内容、大野投手の名古屋ドームでの投げ合い、はい、あれ、ま、負けはしたけども、うんうん、で、まあ、大野投手の方がなんかすごくこう取り出されて、ね、やっぱりね完全試合とかノーヒットノーランあったけど、一方で青柳投手のあの意地の投球を見てごらんみたいな、もう感動して、うん、この投手の頑張りがすごい、うん、